何？いいものって。お楽しみ。じゃあね。いってらっしゃい。今日も生きてるのか。早いね。ああ、今日は一日兄貴のお供で運転しなきゃいけないんだ。そう、最近多いね。今は組が大変な時だからな。兄貴も気合入ってるんだよ。そうなんだ。はあ、私また寝るわ。ああ。何？だから元気だって。いや、忙しくって戻ってる暇ないんだよ。もう電話切るよ。じゃあね。空き缶集めてんだろ。それ拾ってどっか消えろよ。汚ねえジジイにうろうろされたら目障りだみたいな。
じゃあここのとこを直しといて。はい。お前にやらせてやるよ。え？何がええだ、バカ野郎。大事な仕事をお前に任せるって言ってんじゃねえか。俺がすか。そうだよ。お前もいい年こいていつまでも下っ端じゃ様になんねえだろ。ここらで一発でかい仕事決めて男になってみろよ。金山女のマンションに行くときは一人なんだ。待ち構えてズドン。簡単だろ。ほら、ぶいぶい急いでるのね。だって早く帰ってお母さんにこれ渡さなきゃ。ああ、そうね。たのみちゃん一生懸命作ったんだもんね。うん、母の日のプレゼント、大切なお母さんのためにたまみも頑張って作ったんだもん。さよなら。気をつけて帰ってね。きっとお母さん喜ぶな。ただいま戻りました。あ、佐川さんお疲れ様です。佐川。はい。今日の成果は？ゼロです。お前いい加減にしてくれよ。給料分ぐらい役に立ってくれよ。来月からの営業計画書お前まとめてくれ。僕がですか？なんだよ、不服か？いえ。営業で貢献できないんだからせめてデスクワークで貢献してくれよ。明日までに頼むな。明日ですか？文句あんのか？いえ。今日は農産業デーだから分かってるよな。タイムカード切ってから作業。何？俺そんなこと言ってないよ。言うわけないじゃん。ねえみんな。言ってません。言ってませんでした。ほら、言ってねえだろ。ちゃんとやれよな。寝てる間に死ねたらいいな。
何してるの？探してるの。探してる？何を？大事なもの。大事なもの？いらねえ。もう行くわ。何それ。おもちゃ。おもちゃじゃねえよ。ちょっと待って。タクちゃん何しに行くの。仕事だよ。何？仕事って。何って。ヤクザの仕事だよ。弾取ったり取られたり。やめて。バカ野郎、なわけにはいかねえよ。お願いやめて。話せよ、男になるんだ。やるしかねえんだよ。聞いて。私昨日病院行ってきた。妊娠してるって。4週目だって。タクちゃんパパになるのよ。バカなことやめて。兄貴の命令だ。今さらやめられねえよ。だったらもうヤクザやめよ。私頑張って働くから、タクちゃんも赤ちゃんも面倒見るから。お願い、タクちゃん行かないで。一緒にいて。タク、タク。あ、お父さん。ちょっとよ、出かけてくるからよ。腹減ったら、これで何か食っとけ。帰りに山毛買って帰るからな。宿題やっとけよ。門倉。ヤクザなんかになるんじゃねえぞ。みっともねえだろ。シータさん、おはようございます。徹夜してたんですか？はい、部長に営業計画書まとめるように言われたんですけど、なかなか難しくて。そろそろみんなが出勤してきますよ。そうですね、顔洗わなきゃ。今日も頑張りましょう。新谷さん。何ですか？
これなんていうか、いつもお世話になってるんで、お礼というか。そんな気にしないでください。いえ、新谷さんにはいつも助けられてるんです。ボールペンなんで使ってください。いいんですか？はい。わかりました。ありがとうございます。いえ、こちらこそいつもありがとうございます。大切に使わせてもらいますね。じゃあ、くれぐれもお大事に。ありがとうございます。バイバイ。佐藤さん、どうぞお入りください。はい。どうしました？昨夜扉にぶつけてしまって。ちょっと拝見します。そんな深くないし、縫うほどではないですね。傷跡も残らないでしょ。よかった。消毒と軟膏を塗って絆創膏貼っておきましょうか。お願いします。ところで、佐藤さん。何でしょうか？腕にもあざがあるようなんですが。これはその扉にぶつかった拍子に転んじゃって。そうですか。もしかして誰かから暴力に遭ってるとかじゃありませんか？あ、いえ、最近そういったケースが見受けられるので念のため伺ってるだけです。いえ、全くそんなんじゃありません。結構おっちょこちょいなんで、私。そうですか。もし暴力行為による傷害だとしたら、やはり叱るべきところに相談された方がいいんでね。本当そんなんじゃないんで、どこか角にぶつけたんだと思います。本当に大丈夫です。そうですか、わかりました。佐藤さん、無理しちゃダメよ。お大事にね。おい、ゆき。こんなものあったんだけどさ。何これ？それは。なんだよ、みゆき。離婚したいの？ふざけんな、この野郎！誰のおかげで今まで生きてこれたと思ってんだよ！主婦のお前を今まで養ってきたのは誰だと思ってんだよ。そんな言い方しないで。私だって何年も不妊治療を続けてきたけど辛いのよ。口を出すのか、この野郎。分かったよ、上等だよ。離婚してやろうじゃねえか。書いてやったぞ。お前も書いて持っていけよ。おい、ほら書けよ、ほら書けよ。両親も死んで
身寄りのないお前が離婚してどうやって生きていくんだよ。年齢も40過ぎて子供も産めないお前みたいなやつ誰も面倒見ないぞ。今謝れば許してやる。本当に離婚して出ていくんだな。一人で生きていけるんだな。すいませんでした。そうだよ、お前が一人で生きていけるわけないんだよ。殴ったりしてごめん、悪かったな。お前は愛してるから殴ったんだよ。お前は俺と暮らしていくしかないんだよ。もう離婚するとか言うんじゃないぞ。すいません。何これ？経費の精算表です。払えない。なんでですか？営業先への交通費と残業の時の食事代なんですけど。営業先なんか歩いて行きなさいよ。それに無駄飯食わすなって部長に言われてるんだから。吉田さん、精算お願い。はい。これ大丈夫かな。お得意さんと飲みに行った時の領収書、帰りのタクシーの領収書もあるんだけど。ああ問題ないわよ。ちょっと待っててね。はい。久保君、今月も営業成績ダントツのトップ間違いなしだね。そうかな。まあどう間違ってもビリにだけはなりようがないと思うけど。そうよね。よし、それじゃ営業行ってきます。頑張ってね。久保君のおかげで業績上がってるよ。頑張ります。いってらっしゃい。あの、まだいたの？鬱陶しいからどっか行ってよ。でも。おい佐賀。はい。佐賀は、お前何やってんだ？いえ、生産を。バカかお前は。は。お前の売り上げいくらだと思ってんだよ、給料泥棒が。会社はな、極つぶしの豚飼ってる余裕はねえんだよ。それになんだよこの計画書。こんなんじゃ全くダメだ。使えねえんだよ。一発に上がしてもらえてんなら少しは会社に貢献しろよ。ああバサッと突っ立ってねえで、さっさと営業行けっつってんだよ、豚野郎。やる気がねえんなら死んでいいぞ。してもらいましたね。
下ろすしかないだろう。よく考えろよ。無理だよ。考えた。でも産みたい。そんなこと言ったって俺の立場も考えてくれよ。あなたには迷惑かけない。一人で産んで一人で育てる。落ち着けって。一人で育てるってお金とかどうすんだよ。会社だって辞めなきゃなんないし、結婚もしてないんだから産休ってわけにいかないだろ。他の仕事を探す。なんとかする。口では簡単に言うけど大変なことなんだよ。分かってるよ。でもあなたのことを愛してるし、あなたの子供欲しいの。一言みたいに言わないでよ。そんな大きな声出すなよ。一言なんて思ってないし、お前のためを思って言ってんだよ。奥さんとは離婚するって言ったじゃない。私と赤ちゃんと暮らせばいいじゃない。それとも嘘だったの。私見ちゃったの。あなたと奥さんと赤ちゃん。あれあれね、結局私の勘違いだったの。え、何？結局私が勘違いして相手にごめんねごめんねみたいな感じで謝ったみたいな。え、結局だから自分がドジだったってことでしょ。もうそうやってドジドジ言わないでよ。だってドジじゃんそれ。ドジじゃない。ドジドジ、ちょっとドジとか言わないで。そういうことでも可愛い。なんでそういうこと言うの。もうバカ。ねえ、ねえじゃない。嘘なんかじゃない。だけど今無理なんだ。ごめん。もう少しだけ待ってくれ。なあ、お前だってわかるだろう。今社内で問題があると思われたら出世に響くだろう。愛してる。もう少しだけ待ってくれ。妻とはきっちり別れるから。そしたらちゃんと籍入れて、それから子供作ろう。それが俺とお前と赤ちゃんだって幸せだよ。アルミ頼む。今回は下ろそう。それが俺たちのためだよ。妻とはきっちり別れるから。そしたらちゃんと籍入れて、それから子供作ろう。何か探し物？うん。何を探してるの？ブローチ。ブローチ？おう、このぐらいの尻尾焼きのブローチだってさ。ご家族の方ですか？あ？ああ、いや、俺が公園で寝てたらこの子が探し物してるって。困ってるみたいだから手伝ってんだよ。大事なブローチなんだ。うん、たまみがお母さんに作ったの。でも、お家に帰った時は落としちゃって。たまみちゃんって言うんだ。
お姉ちゃんも手伝ってあげようか。今日会社休んじゃったし。本当？ありがとう。気がねえんなら死んでいいぞ。あの、何探してるんですか？ブローチ。ブローチ？この子の大切なものみたいです。あの、何？僕も一緒に探しましょうか。お待たせしてすいません。何かあったんですか？あの子の大切なブローチを探してるんです。ブローチ？はい、お母さんにあげるための大切なものだって。お母さん？私も探そうかしら。ねえ、私も手伝っていい？え？なんかあの子が他人に見えなくて。私も協力するわ。あ、ジジイ、また行ったよ。消えろって言ったっしょ。おい、せんな、じじい。おい、なんだそんな、やんのか、じじい。どこのわけ、おい、どけ。子連れホームレスかよ。ウケる、孫っしょ。ほら、どけ。離れろ、離れろっつってんだろ。痛い痛い、やめてくれ。あ、子供に暴力はやめて。あ、痛がってんだろうが。大丈夫か？じゃねえか、兄ちゃんよ。なんか文句でもあんのか？北流会、知ってるよな。
俺や貸し種マブダチなんで、俺が頼めばすぐ来てくれるんだぜ。上等だ。いつでも相手になってやるよ。行くぞ。ありがとう、助かったよ。怪我はないか？大丈夫。痛くない？ちょっと痛い。でも探さないと。探す？この子の手作りのブローチを探してるんです。5人で？はい。暇なんだな。そう言われればそうかもしれないわね。そんなに大事なものなのか？うん、大事なもの。さあ、我々も始めますか。そうですね。俺も手伝うよ。いや、仕事までまだ時間あるしよ。まあ俺も暇なんだ。あ、俺門倉って言うんだ。よろしくな。よろしく。あ、俺は村上。僕は佐川です。私は佐藤美雪です。中里ルミです。よろしくお願いします。玉美です。なんで探すの手伝う気になったんですか？私結婚してるんだけど子供がいなくてね。あの子ぐらいの子供がいてもおかしくないの。あんな小さな子が必死に探してる姿見てたらほっとけないでしょ。それとなんか他人と思えなくてね。それであなたはどうして？え？私？あ、どうしてだろう。私もなんかあの子が他人に見えなかったからかな。同じね。そうですね。なんか不思議ですよね。ああ、見つかんねえな。こんなことしてても意味ねえんじゃねえか。そうなのかな。あ？あの子とずっと探していて、この世の中に意味がないことなんかない。そう思えてきたんだよ。何言ってんだよ、おっさん。世の中意味のないことだらけだろ。生まれてくんのも、生きてくのも無意味なんだよ。探しましょうよ。見つかりますよ。見つかった時に意味があったってことになるじゃないですか。偉そうに分かったような口聞くんじゃねえよ。え？俺はな、鉄砲玉なんだ。分かるか、鉄砲玉。ヒットマンだよ。うまくいけば組の功労者だ。幹部になれんだよ。うまくいかなきゃさよならだ。うまくいかなかった時、俺の人生に意味があったなんて言えんのかよ。どうしたの？しっかりして。ねえ、大丈夫？大丈夫です。すい
どこか具合でも悪いの？いや、実は私妊娠してて。妊娠？ダメじゃない、無理しちゃう。そうですよね。でもいいんです。いいわけないじゃない。いいんです、どうせどうすんだから。何言ってるの、あなた大切な命じゃない。どうしてそんなこと言えるの？分かってます。でも事情があるんです。事情？どんな事情か知らないけど、命より大切なことなんてあるね。もうほっといて。私にとっては大事な事情なんです。分かったわ、あなたの事情だもんね。私の知ったことじゃないわよね。でも世の中には子供が欲しくて欲しくて欲しくてしょうがないのに、それでも授かれない人たちだっているのよ。なんだか私も気分が悪くなってきました。ここで失礼します。俺も行くわ、仕事に。じゃあな。私もここで失礼します。ごめんね、最後まで手伝えなくて。あの送りますよ。大丈夫ですよ。あ、いえ、顔色良くないし心配なんで。本当に大丈夫ですから。あ、変なこと考えてないんで安心してください。すいません、お願いします。玉美ちゃん、ごめんね。お姉ちゃん送るからさ。バイバイ。バイバイ。玉美ちゃん、もう遅いからお家に帰ろう。お母さんも心配してるよ。でも探さないと。明日にしよう。おじさんも一緒に探してあげるから。本当？約束？おう、約束だ。明日は土曜日だから朝からここに来れるよね。ありがとう。じゃあ明日、バイバイ。バイバイ。気をつけてな。すいません、お仕事は大丈夫なんですか？仕事？あ、もちろん大丈夫ですよ。とっくにノルマ達成してるんで余裕ですよ。すごいですね。いえ、それほどでも。私の彼も仕事のできる人なんです。そうなんでしょうね。すごく優しいし、非の打ち所がないですね。妻子持ちですけど。やっぱりできる男は。え？その人が今産んだら困る、いずれ籍を入れるから下ろしてくれって。彼のためには仕方ないのかな。彼のことは好きだし信じてるし。中里さんはどうしたいんですか？それは。あ、ごめんなさい、余計なこと聞いちゃって。実は嘘なんです、ノルマ達成したっていうの。本当はうまくいかなくて、人生すべてでダメで。本当のこと言うと、僕さっきまで死んじゃおうかなって思ってたんです。でも珠美ちゃんと出会って
皆さんと一緒に探して、なんか気持ちが変わったっていうか、なんていうか、うまく言えないんですけど。なんとなくわかります。そうですか、わかってもらいます。はいよかったまみちゃん見つけられるか。明日、僕、さっきのところに行ってみようと思います。土曜日で仕事休みだし。私も体調が良ければ行こうかな。くれぐれも無理はしないでください。はい、ありがとうございます。いつまでだろう。じゃあ行かないで。大事なもの。兄貴。おう、金井も女のとこ行ってたろ。どうした？すいません、その隙がなくて。開けろ！チャンスだったんだろ、きっちり決めろ。すいません。まあ、いいよ、次はきっちり決めなさ。はい、頼んだぞ。いいか、根性見せんだぞ。はい、わかりました。よう、兄ちゃん。こんなところで何やってんだよ。あんたか。別に。もう帰るとこだよ。一緒に一杯やんねえか。はい、乾杯。しみるなあ。そういえばあの子はどうした？探し物は見つかったのか？気になるかい？別に気にはなんねえ。あの後な、みんな帰っちまってな、あの子と二人だけになっちまったんだ。で、明日探す約束をして別れた。明日？ああ、明日も探すのかよ。
おっさんも物好きだね。ところで兄ちゃん、仕事ってこれだったんだろ。今日はやってねえよ。そうかい。おっさん、いいのかよ、怒ってもらって。気にするなって。金あんのかよ。ホームレスだからってバカにするな。カップ酒買うぐらいの稼ぎはあるんだ。いいな。うん、気ままでよ。羨ましいね。羨まれてもな、そんなに気楽じゃねえよ。寝てる間に死ねたらいいなって毎日思ってんだ。俺だってなりたくてなったわけじゃない。ただいま。おかえりなさい。おかえり。どうしたんだ、珍しいな、お出迎えなんて。ほら、わかってるよ。あのさ、ん、大東京出版内定もらったんだ。本当か。うん、ほら。おお、やったな、おめでとう。ありがとう。本当に良かったわよね、編集者になるの夢だったもんね。違うって。編集者になるのが夢なんじゃなくて、ヒット作を作るのが夢だっていつも言ってただろ。ごめんなさい。いずれにしろ記念すべき第一歩だ。乾杯しよう。準備できてるわよ。ああ、おい。おやじ、なんだ。浪人したりしていろいろ迷惑かけたけど、今までありがとう。そうね、お父さんもお母さんもこれからは楽させてもらわないと。母さんはパート辞めてもいいけれども、俺はまだまだ頑張んないとな。ほどほどにね、少し頑張りすぎだと思うのよ。でも役員まであと一踏ん張りなんだ。無理すんなよ。なんだよお前まで。でかくなりやがって。残念ですが、予想以上に進行が早く、半年持つかどうか。失礼します。何だって、ガン？今先生が余命半年だって。そんな私どうしたらいいか。あなたこっち来てくれない？今手が離せないんだ。夜話そう。リンゴでも向こうか。母さん。うん？何？俺もう長くないんでしょう。何言ってるのよ。バカなこと言ってると治るものも治らないわよ。わかるんだよ。普通の胃潰瘍じゃないんでしょう。そんなことないわよ。思い過ごしだって。ナイフ洗ってくるわね。
いろいろ評判のいい病院を紹介してもらった。いくらかかってもいい。なんとか正人を治してあげよう。あなた。なんだ。仕事休めない。正人のそばにいてあげられない。そうしたいのは山々だけど、今大事な時期なんだ。私一人じゃ心細いし。どんなに費用がかかろうと最先端の治療を受けさせないだろう。そのために俺は頑張る。だからお前も頑張ってくれな。手は尽くしたのですが、残念です。苦しまないで済んだみたい。眠るようだった。おい、最後の言葉は、お父さんはだったわ。お前の夢は一等作を作ることだったんだろう。おい、おい、なんとか言えよ。わざとわざとまた食べてないのね。大丈夫？そろそろ会社に行く時間じゃないの？昨日辞めてきた。え？昨日付で退職になった。そんな急に、なんで？何もかも無意味に思えてきた。雅人の死に目にも合えず、俺のやってきたことは一体何だったんだろう。あなた。飲みすぎよ、体に悪いわ。うるせえ、ほっといてくれ。でもそんなにお酒ばっかりじゃ体壊しちゃうわよ。うるせえって言ってんだろう。文句があるなら出て行け。あなた、どうしちゃったの？じゃあ、行くわね。勝手にしろ。さようなら。そうだった。
兄ちゃん、人生なんて意味がないって言ってたよな。ああ俺もそう思っちまったんだ。寝る前にいつも思うんだ、寝てる間に死ねたらってな。だけどあの子と探す約束をしたから。今日は思わないで済みそうだ。おっさん、うん、もうちょっと飲むか。俺が買ってくるからさ。頼むよ。明日は銀座に買い物でも行かないか。うん。何買いに行くの？ランチにレストラン予約しとくよ。ありがとう。結局、あんたも手伝うのか。しょうがねえだろ。おっさんに朝まで付き合わされたんだ。流れだよ、流れ。流れってね。こっちが朝まで付き合わされたと思ってんだからね。おじちゃん。ん？おはよう。おはよう。このお兄ちゃんも手伝ってくれるってさ。本当？ありがとう。おはようございます。おはようございます。よう、やっぱり来たのか。ええ、やっぱり気になって。体調は大丈夫なのか？あ、はい、ご心配おかけしました。よし、それじゃあ始めようか。はい。佐藤さんは来ないの？そういえば来てないですね。普通は来ねえよ。来るやつがおかしいんだよ。おかしい。確かにおかしいな。不正のおっさん。自分で言ったんだろうが。じゃあ始めましょうか。おう。佐藤さん。おはようございます。来てくれたんですね。ちょっと様子を見に来ただけよ。よう、あんたも来てくれたのかい。あんたもおかしいやつ認定だな。おかしいやつ？いや、仲間ってことさ。さ、探そうぜ。いや、私は。探そう。Thank you.
っと見せてください。へえ、これがそうなんだ。綺麗だな。今の子は洒落たもん作るんだな。あ、お母さんだ。あれがたまみちゃんのお母さん？たまみちゃん？あれ？あの子いなくなっちゃった。たまみちゃん！お母さんのところに行ってみませんか？行ってみましょう。あの、たまみちゃんのお母さんでいらっしゃいますか？はい。あの、実はさっきまでたまみちゃんと一緒だったんですが。このブローチ一緒に探してたんです。この子ですか？はい、間違いありません。たまみちゃんはお母さんに作った大事なものって言ってました。大事なが、あったんですか？もしよければ聞かせていただけませんか？たまみは5日前に交通事故で死んだんです。あの日、あの子はいつものように元気に学校に行ったんです。行ってきます。気をつけてね。行ってらっしゃい。学校から自分で作ったブローチを持って帰ったそうなんです。たまみちゃんはお母さんに手作りのブローチを渡すのをとても楽しみにしていました。うん、母の日のプレゼント、大切なお母さんのためにたまみも頑張って作ったんだもん。さよなら。ブローチを、たまみちゃんはお母さんのことが大好きだったんですね。あら、たまみちゃん一人で何してるの？お母さんが帰ってくるの待ってるの。そう、お母さんいつもお仕事してるの。いつも朝からお仕事してて、夜ご飯食べたらまた仕事行くんだよ。そうなんだ。でもたまみといるときはいつも笑顔で優しいの。たまみはそのお母さんが大好きなんだ。そう、もうすぐ母の日だから、たまみお母さんに何かプレゼントしたいな。いつもありがとうって。でもお小遣いはちょっとしかないし。お金なんかなくたってありがとうって気持ちがあれば大丈夫よ。そうかな。うん、ねえ、しっぽ焼きでブローチ作ろうよ。先生が作り方教えてあげるから。しっぽ焼き？うん、ほら、綺麗でしょ？ふわー、キラキラしててて、
る？うん、工作室で作れるよ。明日から一緒に作らない？うん、作る。ありがとう先生。とてもお母さん思いの優しい子でした。そんなことがブローチなんてなかったんです。そうなんですか。確かに持って帰ったんですが、それはどんなブローチだったんですか。もしかして事故に遭った時になくしたのではと探しに来たのですが、見つけられませんでした。たまみがなぜあの時間にあの場所にいたのか分かりませんでした。ブローチを落としてしまって、ずっと探していたんですね。皆さんに助けていただいて、やっと見つけられたんですね。ありがとうございます。助けてもらったのは僕の方です。うん、僕たちどうして一緒にブローチ探すことになったんでしょう。たまたまだろ。そうでしょ。うっせえな。他に理由なんてねえだろ。おい待てよ、聞いてやろうじゃないか。何が言いたいんだ。もしかしたら僕たちのそれぞれ抱えていることがたまみちゃんの思いと共鳴して引き寄せられたんじゃないでしょうか。何悟っちゃってんだよ。俺はそいつの考えに賛成だな。マジかよ。私も佐川さんと同じ考えです。本当ですか。はい、気が合いますね。あんたは。おい、ちょっと急用思い出したんでここで失礼します。今回のことは私にとって
とても貴重な経験でした。ありがとうございました。おい、ちょっと待てよ。俺も行くわ。え、行くって？仕事だよ。おとぎ話には付き合ってらんねえ。おい、ちょっと待てよ。行っちまった。私も失礼します。それじゃあこれで解散だな。はい、皆さんお元気で。佐川さんも元気でね。はい、村上さんもお元気で。お元気でか。どうかしましたか？いや、いい言葉だな。それじゃあお二人さんもお元気で。はい、さよなら。さよなら。さよなら。どこ行ってたんだよ。買い物行く約束だったろ。おい、なんで返事しないんだよ。おい、何考えてんだよ。殴るなら殴んなさいよ。私気づいたから。大事なものが何なのか気づいた。何言ってんだ。おちょっと待って。触れないで。なみゆき、愛してるんだよ。お前だってそうだろ。あ、そうだろ。毎日暴力振るわれて後悔しながら生きるのはもう嫌。ふざけるな。お前一人で生きていけんのかよ。子供を産めない女がもらえてやると思ってんのかよ。かわいそうな人。何？出ていくわ。もう二度と戻らない。なんだと？ん？これ以上暴力振るうなら警察呼ぶわよ。明日も生きているかな。
母さん元気だって。うん、あ、今度なんか美味しいもの作ってよ。うん、来週そっち行くからさ。母さん、いい年なんだからあんま無理すんなよ。じゃあね。向け
奄美、お母さん届けてくれて嬉しいわ。ありがとう。似合う？お母さん、ありがとう。